こんにちは、速稼塾の久保です。在宅勤務について今回はお話ししようかと思います。私の在宅勤務のスタイルなんですけども、そうですね、今は、勤務という感覚はないんですけどもね、今深夜2時16分ですけども、だいたいね深夜1時から2時に私は作業を開始します。で、朝6時ぐらいに、だいぶ全てが終わるっていうところですかね。その中には、一人でこっそりね見てる動画があるんですよ。例えばね、今はねこういうのを見てます。おじいちゃんはデブゴンっていうね映画だったり、これ昨日見たんですけども、今継続的に見てるのはドカベンです。全話150話あるんで、かなり長いストーリーになりますけども、こういう風なね昔私がね少年の頃とか見れなかったコンテンツを今ねしっかり見てるんですよ。 DVD 買ったりとかしてね。で、夜中はこういう風に私一人の世界に浸る時間なんですよね。それから撮影も結構してます。例えばこの花江戸間シリーズの撮影とかね、億万長者合宿の撮影とか、夜っていうのは撮影がすごくしやすいんですよね。だって電話もかかってこないし、訪問もないし、で、暗いのと静かなんでね、光がすごく映えたり声がよく入るんですよね。そういった意味で夜は生き生きと仕事をさせてもらってます。そして朝になると家族が起きてきますんで、その時までにね、私は夜中に洗濯を済ましておいて、掃除もあらかたしておいて、食事の準備も朝昼晩と完了してるっていう状態ですかね。ですんでね、私はね、オンタイム、朝8時ぐらいから夜8時ぐらいまで、この12時間は本当に自由に過ごさせてもらってます。この間はほとんど私はパソコンとかスマホに触れることはありません。要するにね、夜中に全部済ましちゃうんで、日中はねもう何をやっても OK になるんですよ。ただ急ぎの返信とかっていうのはちょこちょこっとしますけども、それでもね人前ではしないですね。ちょっと隠れてパパッとやります。だからいつ仕事をしてるのか、いつお金を稼いでるのか分かんない状態です。ただ今ねお金を稼ぐってことはあんまりメインではないんですよ。もう投資の利回りとかが出てますんで、そちらの方でね十分利益が上がってます。今私がやることって言えば、例えばね暗号通貨の決済をたまにしますね。日本円に換えるっていう作業です。でもこれも1年に1回もしません。実はね先日リップルを全決済したんですよ。で、段階的に購入したんですけども、かなりの枚数になっていてですね、でこれを全部決済したわけですけども、ちょっと人財産になったような感じですね。で、これは本当に現金としてこれから使っていくんですけども、大抵の暗号通貨っていうのは10年後に使うものとかね、30年後に使うものとして取ってますんで、特に慌てて決済する必要はないんですよね。私がちょっと遊び程度といったらね、また語弊がありますけども、数年で決済しようかなと思っている私にとっての短期のお金っていうのはね、これはたまに決済するっていうふうに考えてるんですね。これを何かに使おうってわけじゃないんですけども、結局利益確定するまでが投資ですから。ちょっと話がずれましたけども、在宅ワークで私がやってるのはね、何かっていうとね、そういう感じでもう完全に上がっちゃってるんですよね、在宅ワークは。特にプラスアルファで付け足しでやってるような感じなんですよ。ですんで、私が在宅ワークって言ってるのは今は特にこれといってないんですよね。じゃあ何の話今回すればいいかってことなんですけども、じゃあこれにまとまるんですよ。障害分の賃金は早めに終わらせてしまえってことなんですよ。で、私の場合は家もローンがありませんしね、ちょっと修理をしないといけないところがありますけども、そういった瞬間的に発生するお金っていうのは、その時の、修理状況に応じてその都度払うみたいなね。例えばエアコンを各部屋1台ずつついてたんですけども、30年前のね中古のエアコンなんで、もともと家に備え付けてあった分ですから、1台ずつ変えていって、大体2年で全部入れ替わったって感じですかね。1ヶ月に1台とか2ヶ月に1台とか買っていったんですよ。それから家電も冷蔵庫なり、それから電子レンジ、高級電子レンジなどね、1台ずつ変えていってって感じですよね。だからね、結構ね家の隅々まで自分は見ることができて、で家族の成長とかね、家族の変化っていうのを見ることができて、本当に行き届いてるなと思います。なんか妙な感じですけども、私会社とかねお店を経営して人を雇ってる時って、出勤してから、それから社員がね帰るまでずっと社員のことを見てるわけじゃないですか。それと同じような感覚ですよね。だからいろんなものが手に取るように、例えばユニフォームが汚れてきたり、ちょっと古くなってきたら、社員さんにねユニフォーム新しいのしましょうって買えるように、家族の服とかもね、自分でこう思い思いの買ってきてちょっとあげるとかっていうのをよくやりますね。冷蔵庫の整備とかもそういう感じでやったり、備品の整備とかも完全になんかお店を経営してるような感じです。で、私は今自宅が会社になってますんで、
まあ、会社の備品とかもね、逐一こう揃えたりとかするわけなんですよね。で、今度はちょっと防犯設備も整えようかなと思って、セコムとかね、アルソックの方の折衝してるんですよね。まあ、やっぱりね、これからの時代危ない人も出てくると思うんですよ。なんていうのかな、そのモラルハザードが起きるっていう意味では、ちょっと考えにくいことで言うのもはばったいんですけども、やっぱりね、所得が低い人とか生活に困窮した人が、まあ、犯罪に走る傾向がね、すごく強いなっていうのは、まあ、以前から統計上語られていて、それがこれからもっと増えるような気がするんですよ。で、こういうふうなね、いわゆる犯罪的な行為を権力者に向かうならいいんですけども、近所の人とか国民同士に向けてしまうってところがありますんで、まあ、とりあえず防衛を考えておかないといけないかなっていうところですよね。いやー、そうですね、在宅で気づいたこと、花井さんいろいろ話されてますけども、私は在宅勤務というよりもビジネスを所有するっていう概念なんですよね。自分の手にビジネスをする、だから要するに商品作ったり集客をしたりセールスをしたりってする概念を自分一人の中に落とし込んでいるわけで、誰かに頼むってことはないんですよね。だから例えばね、その集客にAmazon を使ったりってこともないですしね。よく転売の時ってメルカリとか、それからAmazonとかが集客してくれるって言いますよね。でも自分の集客力ではないんです、そこは。自分の集客力をつけようと思ったら、やっぱり YouTube ぐらいしかなくって、インターネットを使ったらね。だからその YouTube を徹底的に使うことかなと思いますよね。だから花涼さんの場合は YouTube を集客に使ってると思います。まあ同時にですね、メルカリとかも使ってるかもしれませんけども、やっぱり YouTube が主な集客源にこれからなっていくんじゃないかなと思います。さあ、それでは今回の話をまとめていきます。前回の話のちょっと拡大版になりますけども、これからの時代はね、在宅勤務、要するに家にいようが、外出してようが、どこにいようが、ちゃんとそこでビジネスができるっていうのが必須のスキルになると思います。どっか特定の場所に行かないといけないとかね、お店に行かないといけないとか、会社に行かないと稼げないっていうことになってくると、結構困ると思うんですよ。ただ一部の方はちょっと違います。スーパーで働く方はスーパーに行かないと仕事にならないって方いると思います。こういう方はね、多分待遇が上がるんで、そちらの仕事の割合を増やしてもいいと思いますけども、ただ半分はですね、ちょっとね、用心した方がいいと思うのは、スーパーは無人化が進むと思うんですよ。それこそ人手の確保が難しくなってきて、人手を確保するのに高い人件費を払わないと人は来てくれなくなると思うんですよ。コンビニも同じです。今コンビニの時給って800円とかね、前後900円行くところは少ないと思うんですけども、でも実際はこれから1000円とか1200円とか1500円払わないと人が集まらなくなってくるんですよ。しかしですね、多分ね、1200円を超えたあたりから機械を導入して無人化した方がコストも安いし、人で悩まされることはない、雇用で悩まされることはないっていうので、コンビニのオーナーさんとかね、フランチャイズのオーナーさんとか直営店っていうのは、これ全てね、無人化に切り替えてくるのが人件費の時給1200円ぐらいのポイントから出てくるんじゃないかなと思うんですよ。だから時給はある程度まで上がりますけども、途中から募集がなくなるというね、現象が起きると思います。そういうことを考えると、例えばスーパーとかコンビニで働いている方、工場勤務の方、今は自分がすごく高騰すると思うんですよ、雇用の金額がね。ただ途中から雇用がゼロ雇用という考え方ですか、誰も雇用しなくても人間の代わりに安い賃金で、人間よりも安い賃金で働いてくれる機会が出現して、多分人は雇わなくても良くなるんじゃないかなと思います。極端に雇用する人数を減らしても回っていくような気がするんですよね。少子高齢化にそれが合わせることもありますし、外国人技能実習生とかね、まあ、海外からの、その雇用っていうのも当てにならないと思うんですよ。というのが、多分日本がこのアジアでも人件費が最も安い国になると思います、これから10年後。もちろん早いかもしれないですけどね。そうなったらあなたはどうしますか。機械よりも安い賃金じゃないと雇ってくれないみたいな世界になってくるんですよ。それがね、来るようで怖いですね。これが一つ私の在宅で気づいたことかな。ずっと家にいて時間があるんで情報収集していくと、多分日本に明るい未来はないですね。で、私もそうですけども、個人でやっていける人っていうのは全体のことをだんだん考えられなくなってくるんですよ。で、自分の周りがうまくいってますからね。でも自分の周りがうまくいってない人っていうのは、うまくいかない人同士でつながっていって、そういったムーブメントを起こしていかないと、なんていうのかな、こう孤立してることをね、なんか誇りに思ってる場合じゃないんですよ。そういう方は団結しないといけない人たちなんですよ、そういう人は。で、今回ね、その本当に
それをね深く思いましたね。この何年かで一人でやっていける人はそれこそね人の縁を切り始めてるんですよ。私も隠居なんてことやってますけども、これでもね毎週20人30人集めるセミナーをね何年もやってたんですよ。ネットビジネスを始めてから40から45まで、それからというものをもうねやらなくなりました。人が集まんなくても大丈夫と、自分の周りには人がいらないっていうふうになってきたんですよ。これからそういう人、所得に対して生活に対して困らない孤独を自分の最強ポジションとする人と、孤独になっちゃいけない人が孤独を目指していく例がすごく起きてくるんじゃないかなと思うんですよ。いや一人で稼ぐことっていうのは目指すべきなんですけども、一人で稼げないんだったらチームでやっていかないといけない。その時に人と会わないとか言って結局孤立に戻っちゃう人って認知もさっちもいかなくなっちゃうんじゃないかなと思うんですよね。それはねやっぱりね一人で例えば在宅で何か仕事をしてみてうまくいかない人にも言えることなんだと思うんですよ。特にねやっぱ1年とか2年で目覚ましい結果が出ないと、多分それがずっと常態化して続いていくんじゃないかなと思うんですよ。やっぱりはね、私はこの今回の動画のまとめになりますけども、じゃあ一人で稼ぐ金額どのぐらいが基本になるのって言ったら、これはね以前からずっと申し上げてますけども、月収100万って目指すところじゃなくて、そこがスタートラインにならないといけない、そのぐらいですよ。だって月収100万ってそんな高くないですよ。年間で1200万でしょ。税金払ってみてください。そしていつまで働くんですかってことなんですよ。月収100万でね75まで働くんだったら多分それでもやっていけると思います。でも40代とか50代でリタイアしたいわけじゃないですか。十分な蓄えを持って、その時にね月収100万では到底ですね1億円の貯金ってできないと思うんですよ。1億円の貯金がいるんですよ。例えば50歳で仕事を辞めようと思ったり、40歳でリタイアしようと思ったらね、40代50代でもう完全に収入源はそんなに 大切じゃないよっていうふうに、老後のこととかね、老後って言ったらまた暗い話になりますけども、60代70代80代をしっかりと生きていこうと思ったら、やっぱりね最低1億円のキャッシュがないと何ともならないんですよ。だから月収100万では全く足りないってことに計算すれば気づくと思います。多分一人で稼ぐ、在宅で何かをやるってことになると、それが分かるところからスタートだと思いますよ。私は月収100万、私も憧れてましたけども、金は残んないと思いましたね月収100万では、年間2000万稼いでもほとんど残んないです。だからねどのぐらいいるのかなってことは本当底の狭間みたいな感じですよ。本当発想としては1億1本を何本作るのかな、いつまでに作るのかなって考える感じですよね。私はね目標としては50歳になるまでに10億円と思ってたんですけども、ちょっと微調整してそこまでいらないかなっていうふうに思ってきました。ただやっぱりね3億円ぐらいでは足りないですね、3億円で50歳を迎えました。これはねもうちょっと頑張らないといけないってことですね。もっともうちょっと言いますね、少なくとも少しずつでもいいからリタイアせずに稼ぎ続けないといけない金額かなと思います。まあこの辺は消費スタイルにもよりますんで何とも言えないんですけどね。ただ生涯で自分が使いそうな金額を計算してみると、月収100万っていうのを20代や30代で達成したところで何ともならないってことに気づくと思いますね、退職金もないですしね。それから年齢を重ねれば思ったよりも必要なもの増えてきますからね。いやそう考えたら、まだまだ踏ん張っていかないといけないなと思います、ちょっと長くなりましたけどもいろいろと語ってみました。じゃあ失礼します。